今日は、日本の浦河の遠い遠いアメリカから70年前のことについてお礼を述べたいとおっしゃってくださいまして、地元の人たちも私たちは当時のことを思い出すと、まあもううん、あまり詳細には分かりませんけれども、こうにして山についてしまして、事故になりました。ホルムさん。事故の高の飛行機がね、こうにして落ちましたけれども、その時に、手助けといいますか、教えてもらったのは、まあ、事実でございまして、その時は私は14歳、まあ、今、一緒になって助けてくださいました先輩たちがもうあまりおりません。ですから山の現場も見てもらいましたけれども、海岸も見てもらいましたけれども、まあそういうことであまり上手に話しませんですけれども、まあ一つ、私だけでなくて、担架に触った方を紹介しましょう。同級生です。三浦義則と。お名前もう一度お願いします。三浦義則さん。三浦。何歳ですか？独身です。今ですか？今は、85歳。85歳です。The same age, 85. 僕は4歳。In those days, they were 14 years old. まあ、私だけじゃなくて、皆さん、各々感じたことを持っておりますので、この人たちからも事情を聞いてください。Not only us, but there are some more other things also, so please listen to them. Just a little bit. The 僕じゃないかなと自分で思っております。他の人もですね、飛行機が当たる瞬間は見たかもしれませんけど、ほとんどそこの前を通って行っている時を見たのは他には思うかな。木下さん、どうでしょうか。木下さん、飛行機が前を通っていくのは私はですね、あの日のちょうど晴れ、天気は晴れでした。晴れでしたけれども、一つ気になることは、そこの前の山が下からずっと霧が入っていた。霧、水蒸気。水蒸気がもう山の下から上まで全部覆っていたことですよ。もうこれが第一衝突の一番の原因。そして飛行機をずらっとここから向こうを通って富岡の方から大体飛行機は海の上を飛ぶのが通常ですよね。他の上を飛ぶのは危険ですから大体海を通ってきてここがちょうど高八木島の対抗線ですよ。あの山を見ると高八木島、この高八木島にですね日本の捕虜として働いていた高八木の兄貴がおりますけれどもね、その当時のことはよく知っています。で、新聞にですね、高八木島と
深掘りの間に落ちたようなニュースだったんですよ。ここに落ちたっていうのはほとんど知らなかったんでしょう。どういう大八木島と深掘りの間に落ちたっていうことは乗ったもんですから、大八木の兄貴にですね、高校乗っとるけれどもどうねって聞いたら、いや俺もそれは思うとっとって、そしてそれは町ごとを取って行って電話を入れたとか話を聞きました。それで安心していたんです。そしたら納得していただいたんですね。その日は海の方はそうなかったんですけど、その山は全部霧で見えませんでした。で、飛行機が飛んで飛行機が飛んできてそこの向こうの山近くを登ったんですけれども、音だけ、機体は全然見えなかったんです。で、上の方にですね、時いたま雲の霧の隙間に、上の方の生活をしている人たちは雲の間からちょっと期待を見た人もいるんですかなという気持ちでしたね。ですから飛行機はもう低空です。海上とあまり変わらんぐらいのところをこう、ね、ちょうど浜の真上にさ、ね、風もこの風で、その日はさっき言ったように天気がよく晴れていましたので、朝から夕方5時ぐらいから空気に湿り気が蒸発ついて霧になるんですよ。霧がで、天気が良い時には特に水蒸気がよく上りますので、霧がよく発生、その霧はずっと風に、こんな陸地でできた霧をみんな風に運ばれて山にずっと霞として登るんですね。それが午前10時ぐらいまでに大体終わるんですけれども、その瞬間に飛行機が飛ぶ。ちょっと墜落したあとからのことを話してください。もう行業よかった墜落したあとのことを話して、墜落したあとのことを話して。行くとくそまち。そこはもう海上の筋に行ったんじゃないでしょうかね。そこからまっすぐ登って飛行機乗ったところに行っていましたが、でその当時は今言ったように天気が良すぎたでしょ。ガラちょっと時間がないから、リラックスの話も聞かないかんからね。天気が良かった、リラックスの後のことを話してください。天気はわけも天気は朝の人に言うと言えばいいな。13人の方々が来て、I wish we had more time. 詳細なんだ。今、皆さんの力によって、89歳まで生き延びられて、こうして子どもさんも今日お話しされたような状況ですけれども、この13人の皆さんが上の現場で仮装したんです。どんなところで僕は確認していらっしゃいましたか。皆さんとか教会の半分の中にこの人たちが話を聞いております。期待の半分が期待の半分。そして、岩田さんはお隣の方と2人一緒に山に登られたんでしょ。その時の僕、いや登りましたよ。
押したとき、うん、だからそれとその翌日に救出するときのことなど皆さん話してくれませんか。The first day, Mr. Yamada climbed up the mountain and saw いいですかってさ Mr. Holm 電気はこうやって、電気はもう The man with the yellow shirt met him 家の前を抵抗飛行で行ったのが そう、the plane flying that day あれと思ったんだけども霧がかかっていて、なんと見えやがったんですよ。そして、1時間ほど家に乗って、また上に登ってみたら霧が晴れています。そしたらもう尾翼の方、垂直尾翼と水平尾翼だけがバカーンと残っているじゃありませんか。あれはこれも下だと思ってですね、隣に海軍兵学校に行っていた人が終戦で、帰ってきた、三重直人という人。その人と二人でですね、僕は英語を話せるけん、二人行こうで。もう見た寸前にすぐ、二人で走ったんですよ。上まで。もう、早く行ってみたいというので、早かったですね。駆け足が多かったですが、みんな坂道を登っていったんです。そしたら、あの飛行機の横に、50メートルぐらい行ったら、叫び出したんですよ、飛行機に乗ってる人が。生きていたんです。大きな声で叫び出したんです。そして、生きとんぼって言って、二人、もうそれから先は、近づくことができなかった。いつ見しとるかなと思って、ボンってやられたの、しまいボンって。そして、そのまま、引き返してしまう。So, I was too scared, so I came back home. その時は日曜日でしたからね。日曜日でしたから、ちょうど起こったの。翌日、月曜日ですね。学校は午前中授業でした。学校を終えて、すぐ走りました。またそのまま来てました。そのまま行った時には、飛行機の空に、ドラム缶が3つ4つ転がっていたんです。で、そのドラム缶にはパラシュートをつけてあります。あそこから、高野毛島のアメリカの人たちが働いていましたので、その人たちに食料として渡すために、パラシュート、だからパラシュートがついてあるのも1つありました。ほんで、他に、まだ2つ3つは転がしていました。で、後から、そのパラシュートから、ドラム缶から開けていただいたんですよ。持ってきたのがチューインガムです。チューインガムというのは初めて見たんです。その当時、チューインガムなんてありません。で、食べたのは、何もかもジャンプひんのんでしまう。チューインガムのゴムが残りますよね。もうゴムが。そんなこと全然知りません。I don't eat what チューインガム is. I swallowed everything. Behind you, there what happened with the survivor. Don't talk about チューインガム。Mr. Mira, could you tell us about what happened to the survivor? I went up the mountain four friends passed away. When I crossed to the survivor, he was shouting. We cremated the dead. And the survivor, we helped to climb down the mountain. その後はもうあんまり知りませんけど、その先言うことを
チョコレートなんかな、消防団に揚げて少しずつものたやつを初めて食べたんですけど。I don't know why I helped him to climb down the mountain, but I don't know. 当時は外警護団、今昔は警護団って言いましたよね。そうそう。その警護団の皆さんが警護団に集められて、一緒にの皆さん救出に来られた。それはその日ですか？次の日ですか？次の日。そのイタリアのあの乗っ張りやったとは。Firefighters of the village went out to cremate the dead. なかなか本質に問題に入らない。お父さんを救出するときの状況は分かりますか？担架で降ろすまでの話ですよ。8人でちょうど一緒に。そこら辺のことを教えてください。話してください。そこら辺を話してください。その様子を。担架で運んだ時のことを話してください。すごい、なんか、すごい。運んだと、何名か、こう、わかるんですけどね。こっちに一人いるんですけど、同級生が。じゃあ、平塚さんが。ね、あの、山道さんのとこを忘れてきたんですけど。それ、何時頃でしたか？何時頃のことでしたか？もう何名かやったけど、よくわかりません。何時頃ですか？時間。時間は何が？午前中だったかは思うんですけど、午前中だったかは、午前中だったかは、午前中だったかは分かりませんけども、午前中だったかは思います。I believe it was in the morning. ある方が、バレー所ですか？バレー所は、茹でたとは、ちょっと川脇理解に向いてから、その方に退社するって言って渡したんですよ。どこでですか？どこ？海岸で。海岸で。海岸。そしたら、Mountain at the beach, somebody peeled the potato and boiled and gave it to the survivor, but he said, no, thank you. I remember he said he doesn't want a boiled potato, but he drank some water.I don't remember if it was a juice or something, but actually he drank something. This is from the plane or not? No answer at all yet. その遺体の遺骨を拾って白木の箱に入れたとは覚えています。 A few days later they cremated the body because the body itself have some damages day after day, and they cremated at that point, and he saw they put bones into the一人だけが生き残ってたので、その時の様子を教えてください。どういうふうにしてよく見たのか、倒れてたのか、座ってたのか、そういうのかな。このお父さんの話をちょっと、家族だから。いやー、それね、うん、私はさ、皆様にお話しするような、記憶というか、そこまでは、手に取って、
下を覚えっていうのはありませんでした。そういえば、自分でするような。でも、大怪我をされてたんですか？ですね、怪我も、怪我の部分は僕は見たことはありませんでしたけども、だいぶやっぱし、衰弱というかね、I don't know how much he was injured, but the, he was very tired. でもね、なかったと思いますよ。じゃあ、皆さんで運んで、何回乗せて。No, I don't think so. そして、みんなで、Did you put下まで押したわけですね。あんな山の中だったんですね。まあ、主催となったのは、なんかさっき、消防団とか、消防団とか言ったけれども、そういう団体とか、その役所の方とか、じゃなかったかなと思います。大人の人たちという意味ですね。そうですね、先輩たち。大体何人ぐらいや、その山に行くのか、何人ぐらいで。どうでしょうかね、15-20 The number of the villagers who climbed up the mountain to rescue him only 15-20 じゃあみんなで、その、担いで、ガンガン乗せて、降ろしたわけですね。そうですね。なんか、お父さんなんか言ってましたか？苦しいとか、英語かもしれないですけど。そういう話に出とった通り、脳とかね、脳、うん、とか、水とか。I only understood yes or no. 水を少し含んだということは、見とったかな。確かにそうだったと思います。I don't know what to do, but he told me something. He said, no, why not? I remember him. 今田さんが登られた時は、その英語ができるその人は話をしたんですか？あなたが登られた時は、あなたの隣の英語の上手な人は話したと。英語？いや、その、一緒に行った英語の上手な人に対して英語で話したんですか？いや、話はできませんでした。近寄ることができませんでした。Did you speak to me in English? No, I was too scary. アメリカ人っていうのを見たのは初めてです。It was the first experience to see an American. 韓国の朝鮮人。We see Koreans, we see Chinese, but never Americans. 初めて見てびっくりしました。He was indeed the first experience to see an American. The skin, the color of skin is different, the color of hair is different. I saw him as a human being, but everything is so, so different from us. He has eyes, he has nose, he has mouth. Maybe he is a human being, just like me.集落はどのくらいの個体数やったんでしょうかね。今と同じようなやっぱり少子状態だったんでしょうか。ここの集落はい。50どこだ。50年まであったかな。ね、そうしますとね、やっぱりそういう大事件だからすぐ皆さんにご通伝わって。今は真面目に見て助けに行ったってことです。すごい感じないかなと思う。その時例えば警察とかいたんですか、木下さん。警察とか、その被害を加えようとした人はいない。みんなでやっぱり助けようと思ったんですかね。ですよね。Do something to the survivor?被害とかなんか大げさな、そういうこと全然なかったと思いますけど、ね、I believe nobody would try to do something to the survivor. 加えられるっていうのが、でもよく助けるっていうかね、みんなで助けたのは、やっぱこの土地の方がみんな優しいからですかね、本当に。
Yusanirano is, we were really amazed. Nobody did any harm to the survivor. Probably villagers are united together. Only one survivor I saw. And nobody was alive anymore. How long did it take to help him to climb down? About an hour, I believe. もう今はそのロハラにはもう全然皆さん、昔は合流地でしょ、言うなら共有地でしょ、そこは。ね、今は。土地は、昔は。あれ今のところはあれだよ、国有地じゃないか。県有地です、今。今、県有地。県有地はあるから。私の将来も合流財産地があるんですよ。合流山があるんですよ。それを管理するんですけど。After the cremation, villagers erected a wooden cross, wooden monument. I saw the plane, some planes are flying and in a circle. What you say? They are circling. What are you going to ask? Are you going to ask something? If there's any questions, this is the right time to ask. あの、まあ、反対の方もありますから、なったのか、どこにどのように運ばれたかわからないところも多いんですけれども、しかし、ああいう不幸の中でですね、幸いに生き残られた負傷者を助け出して、まあ、現在になっているわけです。まあ、戦争の犠牲者というのは亡くなった人ばかりじゃありません。生き残った人も本当に苦しい思いをしているわけですので、そういう思いを込めてですね、追悼用、記念用の公約に行っております。まあ、今後はこれを私たちも定期的に追悼入りしていきたいと思っていますが、そこで皆さんも公約に腕になった時には、場所はここでしたけれども、その慰霊碑は公約の中学の裏に立っておりますので、名前をちゃんと書いておりますから、もうおいでになったゴムさんの名前も書いてあります。機会があったらぜひ中学校のそのバスの車の通り道に触れない原因がありますから、追悼してみてください。井原さん、はい、これが米軍のレポートなんですね。はい、この衝突が激突があった3日後に作られた米軍。はい、読んでください。読んでください。それで、これは、米軍のレポートで3日後に作られた報告書なんですけれども、サイパンを朝3時に出発して、九州方面に飛び立った。でも、その機は戻ってこない。で、どうなったか、無線も入ってこない。で、今のところ、その機がどうなったかはわからない。で、搭乗員名がここに書いてありまして、その、搭乗員の連絡先がここに出ています。で、もう一つの、ページには、亡くなった人たち、見つからなかった人の名前、それから見つかった人の名前、
それで、その見つかった遺体に関しては火葬をし、それはあの村の人たち、それから、ここにはあの収容所の職員も、手伝って、最終的に大浦天主堂にその遺骨を安置しました、うん、そのことが書いてあります。でもここにもまだ、生き残った人が誰かっていうのは分かりませんでした。で、いろいろこのここに、その当時の連絡先があるので、それで、ホルムさんを見つけることが最終的にできました。で、あのホルムさんと連絡を取るようになりましたら、お父さんが本当にあの、いかに優しくあの村の人たちにしてもらって救助されたかっていうことをあのおっしゃって、もしも長崎に行くことができることができる行けるなら、あのぜひ長崎に行ってあの助けてくださった皆さんにお礼を言いたいっておっしゃってたそうなんです。だから、この除幕式があるっていうことを聞かれたら、もう私たちは行きますって言って最初からおっしゃって、で今日はお父さんの気持ちを皆さんにどうしても伝えたいっていう一心で来られました。だから本当にあの感謝の旅でもあるみたいです。田村さん、あのお父さんの写真、長崎から写真に並んで、あのここにもご覧になってください。お父さん、How old was he? 22, about to turn 23. 22歳、23歳になる寸前ぐらいでした。これはまだ長崎にいて、これからあの帰るっていう、もっと大きい写真があるって、ちょっと待ってね、あります。あの消えたらちょっと触れば、これです。お父さん、I know, she's like, get that, just pop that up. でこれがあの病院船でお父さんが国に帰って行かれたものです。でこれはあの病院船の甲板で撮った写真で、あの同じ船のところで撮りましたので、山、長崎の山々が見えています。あ、there's two of them? There's two copies. They want it anymore? No, I just want to go back. It's the 14th. Now, I'm going to explain the situation. I'm going to put a little bit of time on this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. Thank you very much. At that time, how old? 22. 22. Yeah, turning 23. Yeah, quite young. Very. So Don looks just like him. Him and Don just look like him. Very. Yeah, yeah. Him and Don just look like him, I think. 木下さん、こういう人だったって覚えてられますか？いえいえ、もちろん。わからない。ちょっと聞こえない。小さいな。本当に注意したい。小さい。
He is so impressed to see he go back to his, go back in time? Yeah. In that situation. He looked different man when he rescued. I bet. Here he's clean. He's smiling. Yeah, he seems pretty happy there. He got back. Yeah. So. He was worried about what happened after he rescued. He probably feels very lucky right there. Yeah. それで木下さん、これは他の捕虜なんですけれども、船にこういうふうにタンカーで乗せられて、この同じ船に乗せられて、だからお父さんもきっとこの人みたいに、これは別の捕虜なんですけれども、お父さんもきっとこんなふうに運ばれていたんだねって。Same. I want his haircut, but I can't get it to stay up like that. Thank you, Era. That's pretty cool. He's pretty happy. Thank you.